気をつけて行きましょう。見てください。ようこそ。
お待ちしてました。はい。気をつけや。気をつけて。水流は危険だ。流されると身動きが取れない。
Yeah!
みんな、聞いてくれ。では、私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所。時間順に示してみよう。バラバラですね。一体どんな法則性が？焦らないで。次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。螺旋の形、これって地脈の流れ？なるほど、地脈回廊から放って。よし、ここでもう一つダメ押しだ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。すごいぞ、みんなが出した成果だ。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島が古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いなる存在がいると考えて間違いない。さて、その島に何が待ち構えているかはわからない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきか、みんなの意見を聞こう。聞くまでもないだろう。少数精鋭、依存なし。じいちゃんの考えに俺も賛成だ。よし、では五騎団に島へと向かってもらう。先輩、指揮をお願いします。今も続く生態系への影響は、いずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。我々は五騎団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて。私の五騎団の調査班は準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。地球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。怪我はあかんで。じゃあな。行こう。無事戻ってこよう。大いなる存在とは、おそらく生態系を根源から崩壊させるほどの影響力を持っている。地脈が世界中に通じている以上、いつどこでその影響が発露したとしても不思議じゃない。万が一本当に存在したとしたら、何としても止めるんだ。
向こうでは何が起こるかわからない。だが俺たち全員で必ず成し遂げよう。はい。おう。懐かしいな。作り直したのか。こちらに来て初めて作った試作気球第1号を元にな。他の試作は全て解体したが、これだけは残していた。よかった。これでこいつも皇族の役に立てる。うん、本当に残るのか。道を譲るのも私たちの役目。今回の調査は彼らが切り開いた道よ。先輩としてこんなに誇らしいことはないわ。まあそうなんだがな。おばさま、これを持って行って。いいえ、おばさまも行きましょう。これは調査団の調査でもありますが、お師匠様からおばさまへの課題でもあったはず。立ち止まったら永遠に止まってしまいます。行くんです。まあ調査団としては一騎団は居残る方針だが、個人としては断固行くべきだな。おとなしく座っていられる柄でもあるまい。そうね。じゃ行ってくるわ。予想通り、地殻変動の形跡があります。行こう、着陸だ。ここに大いなる存在が。何が起きるか分かりません。どうか慎重に。エネルギガンテを退けなくては。相棒、どうか、どうか気をつけて。